笑顔はなかったが、心なしかほっとしたようにも思えた。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は9日日本時間10日、敵地パドレスとの地区シリーズ第4戦で先制ソロを含む2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。前日8日同9日の第3戦で1号を放つまで、プレイオフでは29打席無安打。呪縛が解け、やっと着地点を見つけたと安堵の表情を浮かべた。大都市ロサンゼルスに本拠地を置く人気チームの主力。シーズン中いくら活躍してもプレイオフで打たなければ厳しい目で見られる。2022年のパドレスとの地区シリーズ第3戦の第2打席から29打席無安打。チームもその間一度も地区シリーズを突破できず、SNS にはベッツを戦犯扱いする声も多かった。厳しい声を耳に入れないことはできなかった。SNS は全てネガティブなものばかりだったから、オフにしなければいけなかった。そして、自ら前向きな気持ちを作らないといけなかった。大手をかけられた状況に変わりはないが、ベッツの表情は以前とは違う。初安打を放った第3戦から打率。4割4分4厘9打数4安打、2本塁打3打点、OPS 1.556 をマークしている。俺たちには第5戦がある。それだけに集中している。自分自身とチームメイトたちに自信を持っているし、私たちは大丈夫だ。大谷翔平投手と共に頼もしい1、2番コンビが戻ってきた。ベッツほどの偉大な選手も SNS をつい見てしまって気にしてしまうんだな。シーズン中、特に不調な時期には完全に SNS をシャットアウトできる環境を球団が作ってあげると良いのに。ベッツさんも当たり出したら打率4割4分4厘。やはり、キーマンか？彼に元気が出ればチームもより明るくなる。ベッツ、大谷、テオスカー。期待したい。ベッツのコメント、まっすぐにキャラクターが伝わってくる。いつも読む方の心に入ってくる。スーパースターでありながら、常に真剣にチームの勝利だけを目指している。チームメイトを信じきっている。大谷のことを何度質問されても、正直な思いを何度も答えている。本当に素晴らしい野球選手だと思う。苦しんだポストシーズンの呪縛から放たれた、大谷、ベッツ、チーム全員一丸となって挑むカード5戦目、世紀の一戦になると思う。最高に楽しみ。